サッカー U23 代表が3日、日本時間4日、アジア杯でウズベキスタン代表を1対0で下し、優勝した。8大会連続の五輪出場を決めた準決勝、4月29日のイラク戦で、全2得点をアシストしたのが主将の藤田ジ,ジョール、ジョエル、シマ。藤田はナイジェリア人の父と日本人の母の間に生まれ、 東京ベルディの下部組織を経て19年に同クラブでプロになり23年からはベルギー一部シントトロイデンでプレーするポジションは守備的ミッドフィルダーでピッチの中央で攻守に関わり戦術の軸となる愛妻家が周囲の目は何のそのサッカー元日本代表佐藤久人が堂々ラブラブ手つなぎデート写真 イラク戦では前半29分の細谷正弘の先制点を藤田は後方からのロングフィードで演出その13分後には大畑歩が左サイドで粘り中央に横パスを送ると藤田がペナルティエリア手前からワンタッチでつなぎこれに荒木良太郎が反応ゴールキーパーとの1対1を制しゴール右隅に流し込みにゼロとした藤田は1点目に関しては 信大があの動き出しをすることは分かっていた。二点目に関しても、荒木がいい動き出しを見せてくれたと得点者のプレーを称え、二人に感謝したいと喜びつつも謙虚に話した。その藤田が密かに我々報道陣の注目を集めるのが試合前の記者会見だ。決勝トーナメントに入ってからは、毎試合、前日に監督と選手一名の記者会見が行われており、 日本からは大岩郷監督と首相である藤田が出席している。とはいえ、日本語を理解するのは日本人報道人くらいなもので、今大会では英語、アラビア語間の同時通訳と日本語英語間の通訳が用意されている。つまり、アラビア語の質問や回答は、一旦一人の通訳が英語にしたものを、もう一人の通訳が英語から日本語にする。 そのため質問から回答にたどり着くまでに時間がかかるのだが、国際大会では致し方のないことでもある。当然ながら大岩郷監督は日本語で受け答えを行うが、藤田は果敢に英語で記者会見にチャレンジしている。この、決して流暢とは言えない彼の英語は我々日本人からすると親近感を感じさせるというか安堵させてくれると言いようか。 一生懸命に考えながら一言一言繰り出す様子は、藤田の明るい人柄と相まって微笑ましくもあるのだ。実は24日に行われた準々決勝、カタール戦の前日記者会見では、藤田が言葉に詰まり数秒間沈黙するシーンがあった。うーんとうなり首をかしげる。我々は固唾を飲んで壇上の彼を見守ることしかできなかったが、ここで藤田は通訳に、お願いしてもいいですか とはにかみみながら頼み日本語での発言に切り替えたのだ。さらにこれ以降の質問にもこの日は全て日本語で対応した。素晴らしいのは準決勝、イラク戦前日会見では再び英語で話し、今度は英語で会見をやりきったことだ。カタール戦前日に途中で断念したことなんてまるでなかったかのように、はにかみながらではあるが、堂々とこのチャレンジをやりきった。 メンタルの強さを伺わせる記者会見だった。藤田は英語で会見に臨む理由についてこう説明する。練習すめ、ね、ベルギーで勉強してますけど足りない自分もいますし、ベルギーでも英語で取材受けたりしてますけど、それの延長で練習中というかそういう感じです。